ございます。何をしてるんですか。こっちです。え、眠たそうですか。ついにね、その日が来てしまいました。あ、肉まんが落ちてます。もうトラップです。これはなかなか、敵もね、いろんなこと考えてますから。まず肉まんを、多分あれは肥満さんへのトラップだと思われます。肥満さんがあそこで足止めを食らうように、そういう何者かによるトラップだとは思われますけど、はい、始まってます。始まってます。戦いは、もう昨日もちょっとしたバトルは始まってて、僕の LINE の名前が多分分かりづらいせいだと思うんですけど、影山の増田さんから、明日 M1 グランプリの敗者復活に出ます、投票お願いしますっていう LINE が来まして、増田さんからで、僕も出ますって返しました。すごいですね、裏で工作活動してるんです。いや、もう みんなすごいです。いや、これも もしかしたら僕への罠かもしれないです。僕をこう気を抜かせようという罠の可能性もありますから。いや、すごいですね、本当に。結構緊張してます？緊張は本当にそんなしてないですね。やっぱその配布で風邪ひくのが一番嫌なんで、配布の勝ち負けに関わらず風邪をひかないというのがテーマ。でも配布ぐらいなんかもう何があっても、はい、もう結果じゃないですか。風邪、体調とか。風体調一番大事なのは。いや、本当は多分ね、集合場所があるんですよ。分かってない。本当はね、集合場所あるんですよ。なんかどっかの階段みたいなの書いてあったんですけど、難しいですよね。ここ分かんないな。これ今合ってるんですか。まあ、テレ朝には向かってます。テレ朝には向かってますけど、あと10分なんで、やば、まあまあ、どうでしょう。え、なんか頑張れみたいな激励のすることメールとか来たんですか。いっぱい来ました。まあ、ありがたいですけど、高校の友達とかからも来ましたし、はい、大学の友達からも来ました。大学の後輩からも来ましたし、大学の先輩からも来ました。なんか変わった人とか、変わった人か、変わった人、そんな、でも意外な人みたいな、お父さんとか例えば。あ、いや、でもまだお父さんから来てないですね。お母さんからしか来てないな。まあ敗者復活の会場にいらっしゃるんで。あ、じゃあ お父さんじゃないです。すいません、小沢さんが、はいはいはい、敗者復活の会場にいらっしゃるんで、楽しみにしてますって言ってます。あ、ゲストでいらっしゃる、ね。ゲストでいらっしゃるんで、ね。なるほど。そうですね。本当、確かに小沢さんの前でね、漫才できるのは嬉しいです。これが、まあ、ABC 以来で2回目。まあ東京センターマイクとか入れたらね、もうちょっとやってますけど。六本木。あ、六本木ですね。これは。これはレスター。はい。ここは。もう結構テリトリーですか。はい、六本木、テレ朝とか、もう慣れたもんですね。もう慣れたもんですよ、この辺は。僕の劇場です。ここも僕の劇場です。僕が所属してる、うん、もう今日余裕っすね。今日余裕っすね。今日行く、もう歯医者行くか、会場とかも、じゃあ、まあ、その慣れたもんですよ。単独とかもやったことあります。単独もやってますから。順番は何番ぐらいが理想ですか。え、鳥絶対。でも俺多分そうだと思うんですよね。さすがにテレビだから、うん、見始めたら見るわけだから、うん、途中でやめるというよりは、あ、やってんだで最後まで見るイメージだと思うんで、はいはい、最後の方がたくさんの人に見てもらえる可能性高いんじゃないかな。確かに。
でもなんかその、うん、今まで決勝上がった人って4、5番手が多いらしいですよ、はいはい、そうなんだ。去年もハライさんの4、5番手ぐらいで上がった。あ、まあまあまあ、でもあのインディアンスの最後の方じゃなかったですか。インディアンスも多分最初の方だった。あ、マジっすか。かな、じゃないかな。そうか、じゃあ分かんないっすじゃあ分かんねえな。寒いからね、はいはい、なるべく後ろにいたくないですよ、ね、まあ確かにそうですね。まあ本当に大鶴肥満と一騎打ちですねどっちが太ってるのかっていう。実際今、はい、寒さ感じてるんですか。え、今全然感じてないです、正直マジで感じてないです。全くっすか。全くっす。ちょっと厚着しすぎたかなと思ってますオーバーキル今日めちゃめちゃ寒いらしいですよ。あ、そうなんですね。ヘでもないですね敗者復活をオーバーキルしてしまいました。じゃあ見どころはもうそこですか、はい、大鶴肥満との一騎打ち。まあちょっとまだちゃんと調べられてないですけど、伏兵のデブがいるかもしれないまだ見ぬ伏兵のデブがいる可能性もあるんで、その辺気をつけながら。あ、この辺だ。あ、本当だミスター小前がいます。小前さんがいる。小林さんがいる。テレ朝の人より先に小林さんがいますちょうどいいっす。小林さん、小林さん、特別な日すぎます特別な日すぎる。おはようございます。頑張ってください。頑張ります。おはようございます。